まあ、確実に、まあ、飛距離をそんなに見せずにというか、まあ、アイアンで、まあ、安全にいった方がスコア出るんじゃないかと思います。僕はあのドライバーの高さがあんまないんで、スプーンでちょっとドロー系で、まあ、うまくいけば届くかなって感じ。スプーンでワンオン、まあ、ワンオンはちょっと厳しいかもしれないですけど、狙うってわけじゃないけど、まあショートカット、まあ、そうですね、スプーンで、去年もスプーンで行ったんで。なんかピンポジションによって攻め方が変わるということはやっぱありますか、4日間通して。うーん、基本変わらない、まあ、そうですね、どのピンポジションになってもスプーンで打ってって。はい、あ、まあ、まあアイアンで右の可能性もありますけど、まあ基本的にはスプーンで。この1番ホールギャラリーも結構多いんですけど、はい、これ結構緊張したりするホールですか。しますね。しますね。まあ楽しく回りたいと思う。セカンド芝が薄いっていうのはこうあれですか。ちょっと難しいですね。はい。特になんかスピンコントロールみたいなのもこうセカンドは難しいのかな。そうですね、ちょっと微妙な距離になると難しいんで、まあ、その辺またちょっと考えたいと思う。じゃあ残りは得意な距離で残して行きたいですね。はい。